鉄道ライトトーク。今回は京阪急都走1992年の記録丸二でございます。京阪1992年の記録丸二。今回は1992年7月26日に京阪へ訪問した時の記録です。この日は京橋、土井、中所島、深草、東福寺、出町柳の6駅で撮影し、丸二では東福寺と出町柳の2駅43枚の写真を公開いたします。ではどうぞ。1992年当時の京阪の思い出話です。1983年正月前の京阪で挑戦しようとしていた一両ずつの撮影、特に1900系に興味があったので実行しようと思っていました。しかし一両ずつ撮影するのが思っていたより大変で、なかなか実行せず月日が経っていきました。その後、1994年に京阪の以下の本が発売。そのため一両ずつの撮影する計画を断念。本があるからもういいやということになりました。しかし今から思えばきちんとカラー写真で撮影しとけばよかったと後悔しています。
ここからは本音トークです。1992年当時の京阪、今回の撮影の目的は特急車3000系ですが、全部廃車になると思っていたので焦っていたのもありました。しかし1983年正月前の時ほど熱くはなりませんでした。大好きだった京阪1700系がなくなっていることもありますが、京阪の車両更新工事が自分が思うのと違い、嫌な方向にどんどん変わっていきました。特に特急車3000系は前面のホロがなくなり、スカートと連結器が変わり、間が抜けたような顔になってしまいました。2200系も正月後の改造で顔の形が変わってしまい、2400系もコアラと言われるような顔になり、1000系も変わってしまいました。1983年正月前の京阪が好きだった私の思い出がどんどん消えていく、そんな感じの時代でした。2022年の今から思えば、1992年当時はそれでも京阪は旧塗装で1900系も5000系も全車活躍していて、楽しいことはいっぱいあったと思います。現在では好き嫌いを考えず、今を記録するようにしています。いかがでしたでしょうか。1992年の京阪の旧塗装の記録、結構ピンボケの多い写真が多いのですが、まあその中でもですね、今では見れない車両とかですね、風景とかもありますので、結構貴重だったと思います。最後までご視聴ありがとうございます。応援のいいねボタンもよろしく。チャンネル登録まだな方は登録の方もよろしくお願いします。ではまた。